今月7日、福岡県粕屋町で66歳の男性が車にはねられ重体となっている事件で、警察は21歳の男をひき逃げの疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、粕屋町長者原東の自称建築作業員江口達也容疑者です。江口容疑者は今月7日の夜、粕屋町長者原西の町道を乗用車で走行中、自転車を押して道路を横断していた66歳男性は頭蓋骨を骨折し意識不明の重体です。警察によりますと、現場周辺の防犯カメラの映像などから江口容疑者が浮上しました。警察の調べに対し、江口容疑者は容疑を認めているということです。現場は見通しの良い直線道路でブレーキ痕はなく、警察が事故当時の状況について調べを進めています。